はい、こんにちは、レトスの小野です。6月24日の3問に入っていきます。 A が B に代理権を授与して A 所有の土地を C に売却する場合、代理人 B が相手方 C に A の代理人であることを告げず、その旨を C は知ることができたが知らなかった場合、この代理行為は有効となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。代理行為をする場合、原則相手方に本人のためにすることを告げないと、その契約の効果っていうのは代理人に帰属するんですね。ただし、相手方が本人のためにするという代理人の真意を知っていた場合、まあ、つまり悪意の場合ですね。相手方が悪意の場合、もしくは知ることができた場合、相手方が有価質の場合っていうのは、本人に効果が帰属します。まあ、だから答えは丸と、まあ、なるんですけれども、まあ、これですね、一般的なこれ解説がこんな感じなんですね。で、これを読んで頭にこれ入りますかね。まあ、大体の人これ入らないんですよ。だから、ちょっと今回は簡単にこれ言い換えますね。ちょっと集中して読んでいただきたいんですけども、まあ、実際図を書きながら、読んでみてください。代理人 B が相手方と契約をする際に、この相手方 B、代理人 B がこの相手方と契約する際に、B がこれ A の代理人ですよっていうふうに言って契約をすると。B さんが私は A の代理人ですよって言って契約をする。何も言わなかった場合、原則 BC 間で契約をしたことになっちゃうんですよ。B って代理人にもかかわらず、A のためにするよってことを相手に言わなかったら、ここでの契約になっちゃう。BC 間での契約になっちゃうんですよ。これが原則なんですね。しかし、例外があります。例外っていうのは、この相手方 C が、B さん何も言わなかったとしても、あ、これは A のためにやってるんだなって知っていた場合、もしくは知らなかったとしても、まあ、ちょっと考えたら、これ知ることできたよね、と。有価質の場合。この場合っていうのは、例外的に AC 間で契約が成立するんだ、っていうことなんですね。で、今回の問題文を見るとどうなるかっていうと、C っていうのは、知ることができたが、知らなかったって書いてあるんですよ。これ知ることができたっていうことは、これ有価質ってことなんですね。相手方 C は有価質ってことなので、今回のこの例外に当たるわけですね。ここですね。したがってこの場合はもう本人と相手方、この AC 間での契約にしましょうということになります。したがってこの代理行為は有効、つまり AC 間の契約になるということですね。だから丸ということになります。まあ、こうやってやっぱ噛み砕いて、勉強していく方が分かりやすいですよね。で、実際の解説が分かりにくい解説の場合っていうのはもう調べて、で、噛み砕いて理解をしていくってことをやっていかないとやっぱ難しいんですね。弊社の短期講座ではこのように噛み砕いて解説しておりますので、理解がどん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 深まっていきます。なのでもしこのように理解をしながら学習したいという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。で、問いにですね、宅建業者は事業開始後新たに支店を一つ新設した場合には、当該支店の最寄りの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。支店最寄りではなくて本店最寄りです。営業保証金を供託している宅建業者は、営業保証金を本店最寄りの供託所に供託しないといけないんですね。これは初めて営業保証金を供託する場合もそうですし、新たに支店を増やして、で、その支店分の営業保証金を供託する場合も同じです。すべて本店最寄りの供託所に供託しないといけないです。まあ、これもおなじみの引っ掛けパターンなので、試験作成者はこういった問題が大好きです。引っ掛けパターンをちゃんと覚えておきましょう。で、問3です。市町村は都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。丸か×かという問題です。答えは、これ。誤りですね。市町村が都市計画の決定をしようとする場合、あらかじめ都道府県知事に協議するだけでよく、同意を得る必要はありません。なので今回の問題文は、その同意を得なければならないとなっている点が誤りです。まあ、この点は基本的な部分なんで、しっかり頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。